9月8日2022ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド園田が行われました。トライアルラウンド園田のナレーションは全国の地方競馬の競馬配信に出演させていただいており、もちろん兵庫競馬さんにもお世話になっている私稲富奈穂が担当いたします。まずはトライアルラウンド園田の出場機種の紹介です。このトライアルラウンド園田から参戦するのが兵庫競馬の佐々木セレイです。今年で最後なのでファイナル残れるように頑張ります。そして笠松の東川騎手、兵庫の大山騎手、木本騎手、長尾騎手、大見騎手、高知の浜騎手、佐賀の山田騎手の8名。東川騎手と浜騎手は1競走のみの騎乗です。 JRA 所属騎手は今村聖奈騎手、泉谷風磨騎手、川端海斗騎手、角田大河騎手、松本博樹騎手の5名。トライアルラウンド園田は地方競馬所属騎手騎乗馬7頭、 JRA 所属騎手騎乗馬5頭による12頭立てで行われました。それではレースをご覧いただきましょう。2022ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド園田第1戦はダート 1400m で争われました。1番人気は JRA 泉谷風磨騎手騎乗の橋の王者、2番人気は JRA 角田大河騎手騎乗10番エース、3番人気は兵庫の長尾タスク騎手騎乗成田ダイアリーでした。スタートしました。ヤングジョッキートライアルラウンド園田第1戦、まずまず揃いました。さあまずは先行争い、内から1番ナショナルアンセム山田芳樹出ていく、3番のなっちゃんカット浜が2番手、4番サンプリマ木本が3番手、前に競りかけていきます。その後ろ4番手に11番定型レジナ佐々木セレイ、インコースが2番ダニエル大見、外からは9番の10番エース角田大河、間6番のブーラネージュ松本博樹、続いてまもなく1コーナー、外から10番パワーロア川端が上がっていきます。さあ各馬が1コーナーからこれから2コーナーに向かっていきます。後方インコースには5枠の2頭、橋の王者泉谷に6番ブルアネジ松本、さらには7番の時のケリー大山龍太郎、続いて2コーナーから向こう上面、その後からはピンクの帽子12番シリアのアガタ今村聖奈、8番の成田ダイアリー長尾が続いています。向こう上面中央各馬これから通過していきます。1番ナショナルアンセム山田が逃げました、リードは2馬身です。3番なっちゃんカット浜直美が2番手、4番のサンプリマ木本直は3番手外、インコースから11番の定型レジーナ佐々木セレイ、そろそろスーッと前に上がってきた、外から一気に9番10番へ角田大河上がってきました。さらにはその外からは緑の帽子も上がっています。まもなく4コーナー、後ろからは時の木に上がってきた、まもなく4コーナー、1番ナショナルアンセム山田が先頭、迫ってくる地元兵庫7番の時の霧大山龍太郎、内3番なっちゃんカット浜直美、その後ろから上がってきたのが5番の橋の王者泉谷風磨、1番外から9番の10番エース角田大河も追い込んでくる、7番時の霧大山、外から5番の泉谷風磨、橋の王者5番の橋の王者ゴリ。2022ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド園田第1戦、1着は1番人気に応えましたJRA 泉谷風磨騎手、2着は地元兵庫の大山龍太郎騎手、3着は高知の浜直美騎手でした。ずっと手応えはあって、あとは進路取りをどうしようっていうのだけで、周りの馬がどうっていう感じではなくて、自分の進路取りを確保するのが一番だなと思って 3,4 コーナーは乗ってました。周り見てて、まあ、勝負どころでスペースが空くっていうのは分かってたんで、向こう上面までは周りに馬いましたけど、詰まるっていう心配は特にしてなかったです。
もう進路取りがうまくいったんで、3、4コーナーで進路がもう確保できた時点でもう勝てるなっていうのを思ってました。嬉しいですけど、なんかなんて言うんですか、力のある馬のしていただいてたんで、もちろん勝たないといけないと思ってましたし、今年は中央の方で全然結果を出すことができてないんで、ヤングジョッキーファイナル行こうとは思ってたんで、しっかりと力のあるまで結果を出すことができてよかったと思います。金沢でも馬の力を最大限に引き出すことができて、ポイントは2位3位と取ることができて、園田の1戦目も勝つことができたんで、自分の中では悔いはないかな、まあ2戦目残ってますけど、今の段階では悔いはないかなとは思ってます。いやー、ちょっとそうですね、いけるかなと思ったんですけど、外から来られちゃいました。出てからも出良かったし、ちゃんと肩むちにも反応してくれたんで、すごい意外と乗りやすかったですね。やっぱその最初、2番手でもいいなと思った、花行けたら花行きたかったんですけど、やっぱ内枠が二の足が早かったんで、で2番手でいいわと思って、ちょっと緩めた時に外から尚が来てたんで、そこでまたもう一足使っちゃったから、最後のしまいがちょっと甘くなっちゃって、もっと楽に前につけれてたら、もっと何かもうそこの一足を最後に回せたら、もうちょっといいとこあったのかなと思うんですけど、すごい馬が頑張ってくれました。手前をなかなか変えなくて、過去のレース見てても、出てから右ステッキ先輩が使ってたんで、だからなんかあるのかなと思って乗ったら、やっぱうちに持たれるところがあるんだろうなみたいな感じでした。ハマ騎手はこれがこのシリーズの最終騎乗でした。こういう競馬をしたいですよね、どこの場でもヤングでも。なんかもうちょっと前行きの馬に乗れたら、面白いかなとは思うんですけど、やっぱどうしても前につけれなかったら難しいなと。やっぱヤングは積極的にいってなんぼやと。そうです、はい、なんか、はい、そういうなんか逃げてくれっていう指示だったんで、いや早いかなと思って、後ろ来てないからやばいなと思って、どうしようかなと思ってずっと後ろ見てました。はい、みんな行っていかんのはいかんで分かれてるから、もう間取って私いいとこ取ったと思ったんですけどね、ちょっと動かなかったですね、あそこからなかなか切れる足がなかったんで、早仕掛けもみんな詰まってきちゃってできなくて、すいません。逃げれなかったんで、あとどこまで粘ってくれるかなと思っとったんですけど、まあ次頑張ります。続く2022ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド園田第2戦もダート 1400m で争われました。一番人気は JRA 今村聖の騎手騎乗のオーマイリーベ、2番人気は JRA 松本博樹騎手騎乗のハッピーキララ、3番人気は地元兵庫の佐々木セレイ騎手騎乗ブルベアハロンでした。枠入り終わりました。スタートしました。トライアルラウンド園田の第2戦です。まずまず揃いました。先行争い、内の方から2番森林木本直が気合をつけて出ていきました。ムチも入る。そしてスーッと6番大前入りで今村聖奈も2番手につけていきました。あと3番手には11番のハッピーキララ、松本博樹上がっていきまして、その後9番ドントルックバック大山龍太郎です。インコースからは5番順ダッシュ川端海人、2馬身後方12番ミルトディーズ長尾タスク、インコースからは4番ディーププレザント山田芳樹追走、その後ろ1番イントアドリーム東川新で1コーナーカーブ回っていきます。さらにその外目から10番の星雲ジャックは大見大輝、4馬身後方外を通って佐々木セレイの8番ブルベアハロン今日も控えます。3番桜トスカーナ、角田大河、そして最後方7番のトップランナー泉谷風磨です。向こう正面出ています。
逃げるのは2番の森林木本直リード1馬身、6番のオーマイリーベ人気は今村聖奈2番手でじっくり構える、あとは半馬身差11番ハッピーキララ、松本3番手でインコースが5番順ダッシュ川端、あとは9番ドントルックバック大山龍太郎手が動き始めた、外から長尾タスク12番ミルトイーズぐんぐん追い上げていきます、あと4番ディーププレザント山田で400を通過、これから4コーナーカーブ、さあ前は締めている2番の森林木本直、これに6番のオーマイリーベ今村聖奈、外から11番ハッピーキララ松本ひろきでこれから直線、あとインコース狙って5番順ダッシュ川端海斗も来ています、その後ろからぐんぐんと9番ドントルックバック大山龍太郎の追い込み、間から4番ディーププレザント山田よしき、さあ内から5番の順ダッシュ川端海斗が抜ける、外からぐんぐん9番のドントルックバック大山、先頭5番順ダッシュ川端海斗五輪、川端海斗嬉しい嬉しい初勝利、ここを園田の地で挙げました。2022ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド園田第2戦、1着は JRA の川端海斗騎手、2着は地元兵庫の大山龍太郎騎手、3着は JRA の松本ひろき騎手でした。2022年デビューの川端海斗騎手はこれが嬉しい中央地方を通じての初勝利となりました。この日の2日前の JRA 水沼元気騎手に続きおめでとうございます。いやもう素直に嬉しいですし、すごいほっとしています。いややっぱり今自分と同じ立場の、まあ、関東の子がああやって勝って僕も早く勝たなきゃなってすごい励みになりましたし、今回もう馬が頑張ってくれたんでもうそれがすごい良かったです。セイナの馬が強いのは分かっていたので、セイナの馬が開くか内が開くかで待ってはいたんですけど、内が開いたのでそこをうまくつけたなって思います。やっぱり4コーナー回って直線で花に立った瞬間で勝てるとは思ったんですけど、もうすごい気持ちはすごい焦っていて、もう、まあ、ゴール前で外から来てるのは分かってたんで不安に駆られたんですけど、早くゴール前来てくれと思ってました。いやもうすごい嬉しかったですし、もうそうですね、込み上げてくるものありましたね。あ、本当ですか。いや嬉しいです。これでもしファイナル行けたらすごい嬉しいですね。でね、注文通り逃げれたんですけど、ちょっとやっぱ周りのペースが速かったんで、でちょっと気悪いんで、なんかそのセーフティーリードにしたかったんで、やっぱちょっと自然とペースは速くなりましたね。まあ、でもね、もうちょっとその他のペースで乗りたかったですけど、まあ名古屋頑張ります。もう僕が下手に乗りすぎましたね。もうちょっと前の方に行きたかったんですけど、花の後ろとか、まあ、もう取られちゃったんで、もうね、山田君に取られちゃった、ダメだって、最後の直線かけることにしよう。もう途中から向こう上面からもう本当に溜める競馬したかったんですよ、もっとこう、ね、直線までね。ダメでした、全然ダメでした。動かせなかった、動かしきれなかった。ああ、やっつけようと思ったけど、ちょっとは成長姿、下姿が見つかったんですけど、まだまだ修行が足ります。出直していきます。坂で出直していきます。はい、全然なんかなんていうんですか、馬場の形とか全然違ったんで、まあ、いい経験にはなりました。はい、また来年頑張れる、本戦行けるように頑張りたいです。はい、そうですね、私最後足使ってくるっていう馬だったので、とりあえず最後まで持ってこう最後伸びて頑張ってくれればいいかなと思ったんですけど、ちょっとペースに飲まれて前残りになっちゃったので、私がもうちょっと早仕掛けすればよかったかなと思います。笠松で頑張りたいです。兵庫の長尾騎手は惜しくも西日本地区5位で予定していたトライアルラウンドの全騎乗を終えました。5位、もうちょっと上行けるかなと思ったんですけどね、上行かなあかんのにね、もったいない、そういうことです。リュウちゃんに頑張ってもらいましょう。勝てへんかった、悔しいっす、めちゃくちゃ。
2回連続ですもんね。最後ね、直線でタズナ絡まっちゃって打てなかったんですよ。砂かぶったあかんって聞いてて、結構砂かぶっちゃってたんで反応もないなと思ってちょっと焦ってたんですけど、最後結構来てくれました。勝ちたかったです。兵庫の大山龍太郎騎手もこの日がトライアルラウンド最後の騎乗、地方競馬西日本地区暫定でトップに立ちました。あ、ほんまですか。よかった。勝ちたかったですけど、そこがちょっと残念です。はい。でももうちょっと勝ちにこだわりたいんで、勝ちたかったっていう思いはあります。2022ヤングジョッキーズシリーズ、次のトライアルラウンドは9月27日火曜日、船橋競馬場で行われます。お見逃しなく。